戻ってきました。ハンサー頭からかぶるのですかい。あー、それか、あの強盗系ですか、泥棒系、強盗系のために。あ、でも最近そんなことするっていうのなんか見なくなりましたね。そういや、なんか顔がわからないようにするためにあれかぶるんでしょ。あれ昔のなんか刑事ドラマとかああいうのにね、そんなことしてる人いっぱい出てましたけど、最近はああいうのないんかな。なんかあれなんかな、それともあれかぶっててもなんかこう画像補正とかでこの人がこうパンストかぶって顔変形させてたら、それは実はこういうことやろみたいなのがあんのかな。これちょっと写真撮ろう。すいません、私今この荷物を運んでる2人の会話をちょっと聞いてたんですけど、あれタイ語じゃないね、あれ。またミャンマーから来られたりとかそういうことなのかな。結構でももうこの辺に来るとマスクしてない人もちらほらおるな。バイク乗ってる人とかも結構マスクしてない人多い。やっぱね、ずっとマスクしてるとやっぱり喋るのはあれやな、ちょっと。結構なスピードで飛び出してきましたね、今の人も。ここはね、米屋さんかな。あ、米屋。このバンカピもこういう感じで見てみると、これちょっと今時間ね、ちょっともう市場は結構 これぐらいの時間になるとさすがにちょっとそろそろもう閉めてしまうんで、6時がまあ目処なんでね、あれですけど、もうちょい、まあ、たとえ1時間でも早く来たらもうちょいこう散策できそうでしたね。こういう風景懐かしい。あーね、僕もこの風景を味わうのにあって歩いてるみたいな感じになってますね、今。肉めっちゃぶら下げてますよ。ちょっと肉ぶら下げ写真撮らせてください。綺麗ですね。あ、これパンかな。あ、違う、レバー。綺麗ですね、レバーも。あ、これ豚皮があります。ちょっとまた写真撮らせてください。豚皮の写真撮って。何回もこう出入りさせてもらって、
やっぱ豚が多いですね。その横にはこう荒物屋さんみたいな、めっちゃでっかい中華鍋もあります。あ、これねよく見ますよ。これあの中に物入れてこう中へ通していくやつなんですけど、これあのサラダ系のものを作ったりするときに屋台ですごいよく使われてますよ。ここもねこうやって今BTS 建築中なんですよ。この建築中もちょっと写真撮らせてください。すいません、もう何回も。お待たせ、お待たせ。まあ、こういう風景も本当にもうすぐなくなってしまうということでね。本当にここ交通の一大要所になっちゃいますから、まあ、今でもねその陸上交通ということでそうはそうなんですけども、まあ、本当に瞬く間に変わっていくんで多分。人多いね、本当多いですね今日ね。多い多い今日。これなんですか。これプラムじゃないですか。ああいうのちょっと珍しいですね。あ、僕分かったやつとそっくりなやつや。あ、いくらで売られてんねやろ。この辺はこの狭い歩道のとこにも横にびっしり物並べられてる感じになってますね。あ、こっちにロータスできてるんか。え、このロータスって前からないやんね。こんなとこロータスできてんねや。ちょっとロータス自体にあまり興味ないんですけども、ロータスの前になんかあの、あ、これこっちから行かないかな。なんか出店みたいなの出てるんで、それちょっと攻めていきましょうか。ここもこんなんできたんや。もうほんまにほんまに交通の要所ですねこれ。あ、でこれあれや、これできんのモノレールなんですか。こここれすごいでっかいこの橋脚、横の開きが大きいなと思って BTS にしたら、これ BTS じゃないんですねこれ。かなりモノレールっぽい作りですねこれ。あ、ここはあれか、なんか食事どころとかそんなんっぽいですね。これちょっとなんか見てみよう。ここにこんなマンション建ってますけど、このマンションはだいぶ、まあ、年季はある程度入ってますけど、これ高騰してそうですね。もう一等地ですね。これ隣がね、すぐ隣がまたこれザモールバンカビっていうところなんですよ。ここはもう古くからの有名なあの一大ショッピングモールなんです。でもこれもできて、あ、これもあって、向かい側にこうロータスもできてて、これはやっぱすごいなこれ。
ちょっと中へ入っていくアプローチちょっと見てみましょうか。ここも雑貨屋みたいなのがこうザーッと続いてますね。まあでもやっぱ服関係とかが多いんかな。医療ですねやっぱり。あ、ピーナッツだけ売ってる。こういうの珍しいな。20バーツで。この揚げ物屋さん、これまで本当どこでもある。なんかやっぱあれですね、そのバンカピに来たいうぐらいではやっぱりどこでもあるようなものが多いですね。なんか目を引くものがすごい少ないぞ。これはみたいな配信なかなかお届けできないなと。一応じゃあロータス中入ってみましょうか。テスコロータスね、まあ、せっかくなんで一応この写真も撮ります。ロータスの写真も、まあ、撮って何になんねんいう話ですけど、はい、戻ってきました。メジャーシネプレックス、向こうにあれですね、映画館もあったりするみたいですね。なんかやっぱ新しいせいか、こうなんかドーンと吹き抜けになって、作りがこう広々と大きい感じのする作りになってますね、ここ。これ書かなければならないんですが、もう書いてる人も少ないし、もう無視しよう。わあ、やっぱ広いなあ、なんか。いや、これはちょっと圧巻ですね。広い。あ、そう。あぶそ。これ遊ぼだと思ってましたよ。あぶそなんですよ。あ、オポの販売店があるみたいですよ、ここ。あ、オポの販売店で思い出した。俺、トゥルー、ここにトゥルーのあれないんかな。まあ、あるとしたらあれか、向かい側の方かな。多分そうですね、向かい側のとこですね、これ、きっと。あ、でもトゥルーとか書いてある。あ、あるやん。あれ行ったらいいん違うか。ちょっとトゥルーに着いたら僕ちょっと個人情報を明かさなければならないかもしれないんで、ちょっとしばらくミュートしたりとか、その辺ちょっと入ってくるかもしれません。あ、これ受付やっぱ行けるやん。どうしようかな。じゃあ一回ちょっと、じゃあちょっと一回切って待ってもらっていいですか。真実を探してね、トゥルー、そう、トゥルー、真実を探してました。これちょっと、じゃあ、やべ、ちょっと一回切らせていただきます。で、これちょっと、あ、そうか、でも、受付待たないかんのかな。あ、オンヤクタムドアは、サンヤトゥルドアやっていう、ティッカンインターネットドアやったは、トンネ、ヤマイミラ、チャイグンアレバール。ラブレオテは、ムコンサンヤレオテは、カオ、サンヤ、ムアサンヤポン、キアン、キアンアレが、ナーチャキアン、イメールドアやがったは、メイミソーマーローやがった。
ผมไม่ขอไปแจ้งค่าบริการใช่ไหมโอเคตอนนี้มันจะเป็นการก็คือเช็งมีเดียเช็งฟอร์แมตเช็งดูฟอร์แมตก็คือเป็นการเซ็นSMSรู้ว่ายังไงก็ผมทำไมในใจโทรเช็คดูหน่อยครับโทรเช็คดูนี่แหละต่างกันยังไงเนี่ยThis call number. You remember? ไม่ใช่ที่ที่อะไรนะคอมพิวเตอร์ด้วยครับติดกับคอมพิวเตอร์ด้วยอินเทอร์เน็ตเหรออินเทอร์เน็ตใช่อินเทอร์เน็ตโอเคมีเป็นไปแจ้งข้อบริการไม่มีอะไรไม่มีเลยไม่มีโทรมาเลยนะครับยังไม่รับเลยพาสปอร์ตมีไหมมีอยู่ผมขอดูเลยお好みで。じゃあちょっとね、ここからパスポートちょっと。จะจ่ายใช่ไหม？แต่ว่าคือจ่ายไม่ได้ไม่รู้ว่าจะจ่ายยังไง。うん、ちゃい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 。で、これパスポート。はい。ということで、ちょっと一旦じゃあ切ります。あのパスポートも出さなければならないみたいな話になってるんで。ということで、それでは一旦ちょっとお待ちください。あ、変。